明日江戸に行く。あんたの作った飯まともに味わったことがなかった。そうなの？いつも飯と風呂用意しとけよって言ってたのに。それを今度戻ってきた時の楽しみにとっておく。死ぬほど食べさせてあげる。まだ結婚はないか、まだ結婚はないか。新婚旅行とか行ってほしいけどな。さあ朝です。なんか龍丸新婚旅行って鹿児島とか来たんだけど、なんかその時なんか抜いちゃいけない刀をね、なんか抜いちゃったらしいんだよな。お、兄さん、女と別れの挨拶は済んだんか。済みましたね。あんたの知ったことじゃねえ。ええないか。いいじゃねえか。わしの方も馴染みに挨拶済ませてきたんや。な、馴染み？あんたにこれ渡せ言われたわ。だ、誰だ馴染みって。その手紙は近藤さんからや。ああ、近藤さんね。徳川将軍へのお手紙やと。あんたの馴染みってのは近藤のことか。新八とかに挨拶したか。将軍に会えたらこいつを見せろ言うとったで。さあ行きますか。おおおお。はじめちゃん、お前これ読めるか。読めねえ。読めないで読んでるふり。やっぱりあかんか。ああ、これ船か。ああ、これ一番最初のオープニングでなんか、おお、ですねですね。読み書きができないわけじゃないが、この字はさすがに読めない。達筆すぎるな。ほんまやな。将軍に渡すくらいやから近藤さんも気合い入れて書いたんやろが。何書いてるかわかんない。それは困るな。そこの前、これ読めるか。わ、私ですか。なんか歴史的に他におらんやろが。早く来いや。なんか重要な人なのかこの人。では拝見。おい、ね、やばいもの見せて。そうだよね、内容的にはやばい話だよねこれ。一体何が書いてあるんや。何と言いますか、とんでもないことが。そうだよね、人様に見せるもんじゃねえよ。だから何やっちゅうねん。まずこの一番初めのこの一文ですが、1、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく朝廷よりいずべきこと。体制奉還ね。なんのこっちゃ。これは幕府の持っている政権を朝廷に返すってことです。こんな手紙持っているだけで幕府の人間に殺されますよ。ああ、それやったら問題ないわ。うちら幕府の人間やからな。わしらがその幕府の人間。まさか本当ですか。本当だ。それよりその先を続けてくれ。この男性はなんか重要な役っぽいけどな。青年か武士か。それじゃあ続けますけど、この手紙には全部で7項目の国への要望が書かれてあります。はい。国への要望。ええ、まず最初がさっき言った幕府の政権は朝廷に譲るということ。うんうん。その後は政権を持った後の朝廷への提案が続いています。どういう内容だ。朝廷への。ええ、箇条書きですが、まず議員というものを置いて話し合いで政治を決定すること。はいはい。異国との不平等条約を改定すること。おお、頑張って。国の憲法を制定すること。海軍を増強すること。都を守る兵を組織すること。金銀を異国と同じ値段にすること。おお、それは重要やな。以上、最初のと合わせて7つです。全部重要だね。
本堂さんが考えたのかこれ。新しい国づくりへの要望書ってところか。そしたらここに要望を書いたら徳川将軍が聞いてくれるいうことか。なんか書き加えんの。いや聞くわ。政権を返された後の朝廷ってことだ。そうだろうね。将軍でも朝廷でも構わんわ。わしらもなんか書いたるやないか。やっぱりね。何？命がけでこの手紙将軍に渡すのはわしらなんやで。ほんなら新選組の隊長に一生楽できる金を払うことってなかや。私欲すぎるわ。新選組の隊長？ああ知らんか。さすがに。そうなんですか。そうです。そや、せやからお前今言うたの手紙に書きたせや。一つぐらい足したってかまへんやろ。でも人の手紙を勝手に書き足すなんて。そうですよね。どうせ金をくれと書いたとこで将軍にも朝廷にも無視されるだけだ。私もそうだと思います。お前は黙っとけ。お前は黙っとけ。ほな、はじめちゃんやったら何を書く？こんな機会めっちゃ。なんか良さそうなのあるんかな。国への要望なら平等な世の中にしろとかな。ああなるほど。ああ、市民平等。俺の国じゃ生まれた階級だけで人間扱いされなかった。階級に縛られ尽くした土地だったんだな。土佐っちゅうことかいな。アホくさ、そら武士の話やろが。いや武士だけじゃないんだよ。局長も副長も元は百姓やで。人間扱いされん連中なんぞ武士以外やったら山ほどおる。ああ、あんたの言う通りだ。せやけど平等な社会なんぞわしらに一文の得もないやない。まあまあそうだろうね。武士からしたらそうだろう。俺にはある。それが実現すればおやすさんに胸張ってあの世で顔を合わせることができる。なんやそれ。なんやそれって。そこのあんた今言ったことを手紙に書き足してくれるか。ちょっと余白あるかな。ありそうだね。どういう風にでしょう。どんなに身分が低かろうが階級を超えて人材と認められるように武士だけではなく町人も百姓も女も誰もかもだ。そして身分が高く生まれただけの人間に好き勝手させないようにしろとな。おお。なんですって。ったく、ほんだなんや。そう、それこそ私も望んだ日本の新しい時代です。お？そうですよ。だから今日まで私は今日にいたんだ。新しい時代が今まさに今日で作られていると聞いて。まさか話に入ってくるとは。私は剣がからっきして志半ばこの船に。なあ、その志を書いてくれ。名前なんて言うんだこの人。文章はあんたになら任せられそうだ。は、はい。ジョン万次郎か。喜んで。ジョン君か。なんか思いつかないけどあんまり。あ、富士山だ。江戸への旅は長いな。有罪の苦行諸行及び天下の人材を顧問に備え感触を賜いよろしく従来有名無実の官を除くべきこと。俺たちが目指したものがここにある。おやっさん。そうだよな、おやっさん。いや、あの子誰だ。やっぱジョン。じゃじゃんじゃん。ジョン万次郎。さあ、江戸かな。
あ、江戸城だ。でっか。でかすぎだろう。大砲もすごいな。さあさあ、いきなり入るか。坂本龍馬。何者か、ご判明とお名前を申されよ。江戸に見参。ご判明とお名前を申されよ。ここをどこと心得る。喋らない男だな。いきなり殴り込み。15代将軍徳川慶喜公に会いに来た。開門願いたい。止まらんか。それ以上近寄れば賊とみなす。将軍に伝えたいことがある。お目通り許されたい。イカれてんのかこいつ。イカれてんのかって。いったてい。いったてい。この国の存亡に関わることだ。そっちがその気なら力ずくでも取り継いでもらう。無駄や無駄。おお、兄さん。いやから言うてやないか。どっから持ってきたやそれ。待て、鼻から運動無用やったやばい。バカな。嘘でしょ。ドカンと行くで。大反逆罪。大反逆罪だ。おお、壁が。なんてこと。その日人類は思い出したぞ。兄さんがヤバい人だってことを。ちんたらすんねえ、はじめちゃん。さっさと将軍様を叩き起こすんや。ちっ、あんたは張り切りすぎだ。行こうで。共闘だね、兄さんと。いや、多いね。もう江戸だもんね。さすがに徳川将軍のお膝元だ。そうですよね。歯ごたえがありそうだぜ。それでこそ江戸まで来た甲斐があるってもん。行くぞ。起きた。待ってるい。おお、かっこいいじゃん。さあ行くで。初めての上級だからね。江戸幕府爆心。行くで。え、上級でもやっぱそんなに変わんないな、ザコ的って。よいしょ。甘い。さよなら。OK。 全員やりましたね。こっちか。おれ。あれ、なんで入れないんだ。殴れってことか。オッケーオッケー。くっそ、鉄砲隊がこんなに。いや、めちゃめちゃいる。赤老塔の影に隠れるんや。行きましょう。こう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 。弾込めー。あれ、でででででで、そこは当たるか。これ危ねえ。これ当てられないか、さすがに。よし、行きましょう。さあ行くで。はい、これは回り込んで。ザン。はい。見せてない技も見せていきたいよね。おい。これは落とせないか。落とせるんじゃね。あ、落とせないか。落とせなかった。行こう。よし、大砲か。そこまでだ。あ、めっちゃなんか大砲。とごめんごめん。うわ、えぐいぞこれ。これはえぐいぞ。
何してんだこいつら。半銃もちょっと武器変えるか。黄金銃じゃなくてドラゴンホークというのも作ったんですよね。でもモデル14でいきましょう。これがもともと半平ちゃんからもらった銃ですから。いた、これもうやれるんだよ。あ、いた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 。えぐすぎえぐすぎ。ここでやれんな。これ使えんのかな。使えんじゃん。よーし使ったるで。あ、ごめん、おっかちゃん。そう、うわー、はい、沖田くんがやってくれたみたい。よし、くれくれ。よし行きましょう。上級でも全然勝てんな、余裕だな。よいしょ、こういう時はランブで行きましょう。オッケーオッケー。これがザク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 。3人切り、4人か。いいぞ兄さん。はい、投げる、そして打つ打つ、最後オッケー。よし、あ、これで全員か。お、いますね。これ大砲ぶっぱなそうって話か。くっそ、あんなに出てきたな。どうにか一気に片付ける方法は。はじめちゃん、この大砲でぶっ飛ばしてやろうや。行きましょう。行くでー、おらー。なんかすげえいっぱいいるけど。おいしょおいしょ、おい、なんか登ってきてるぞ。やべ。二人登ってきたな。大喜利からの投げる、くらえ、オッケー。兄さん倒して、兄さん、オッケー。あー、また来たか。さあもう一回ね。了解了解。あと壁取っ払って。みんな消えてくれ。あと二人か、あと一人。よし、やったー。第三軍いるぞ。またか。よしよし、最後第三陣です。おらー、楽しいの。終わり、今だ、城内入るぞ。起きた。兄さんまだ撃ってますやん。さあ行きましょう。兄さんまだ撃ってんの。もう行っていいんだよ兄さん。行きましょう。さあ城内、さあ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 城内。ああ、これあれか、罠だな、トラップだ。ああ、痛い。よし、誰が、おお、忍者忍者。うわ、ちょっとなんか数多いな、ちょっと数多いな。じゃあな、ザン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 。あと減らした、よいしょ。さあこれで終わりかな。いや、また出てきた。さあそういう時は次の用意を。照明丸めっちゃ使えんな。ザザザザザ、回転切り。よし、どこにも扉がないな。俺が仕掛けか。ああ、心、おい、ああ、いや、扉が開いたぞ。これなんか他にもありそうだけど。あ、痛い。あ、いきなりなんか正解引いちゃったみたいだね。ラッキーだ。腕、何も起きないな。行きましょう。これ矢が飛んでくるんじゃないか。大丈夫か。痛い、痛い、痛い、やっぱ飛んできた。
すごいすごい罠だらけのトラップマシンだな。やべえやべえ、おやだだだだだだ、死んじゃうこんなの。いた、よいしょ。今村、誰だ今村。やべえなこれ、よいしょ。マークが一発、ほいほいほい、みんな食らっとけ、ほい、せいや、話し打ちの極み、話し打ちじゃねえな、乱れ打ちかこれ。さあ終わりです、ほい、ダン、壁追い込みの極み、食らっとけ、オッケー。上か、上から来るか、ん、あ、やべ壁が天井が、早く仕掛けを解かなければ。痛い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 、時間がない、仕掛け痛い、人、オッケー止まった、ん、また敵か、誰だ、ん、あ、普通に通り道か、あ、やっぱ敵来んのか、あーあー、なんか武将っぽい人が、知らないの、別れかここで、俺は死に任せて、迷う将軍様を叩き起こしてこいや、オッケー、分かった、結局サポートしてくれるからな、さて急ごう、行こう、え、また、ん、これは上に行ってんのか、エレベーターみたいな、部屋が上に向かっているのか、あーまた敵ね、なんかエレベーターの戦いってよくあるもんね、あの竜が如くだと、ほい、よいしょ、全て仕留めたようだな、ん、仕掛けが止まったか、俺誘われてんのか、そういうわけじゃないのか、あ、ここがもう最後っぽいね、でも入ろう、さあこんなとこで寝てんの将軍って、おおこんなでかいところに将軍は、あダイゴちゃんじゃん、隣の人は誰だ、ダイゴちゃん、上様、奴が例の賊にございます、賊って、見ればわかる、見ればわかる、立ち戻って、はいや強そう、将軍ってことは、よ、慶喜、あ、来ました徳川慶喜、征夷大将軍、恐ろしく手だれの者たちでございます、たった二人でここまで、そうよ、二人で江戸城が落ちるんだからな、その方何が目的だ、あんたが徳川将軍か、なるほど、俺の顔も知らんか、だがたった二人でここまでたどり着いたのは見事だ。お前の狙いはこの慶喜の首か？そうじゃねえよ。手紙を届けに来ました。いえ、俺たちは上様に聞いていただきたい話を持って参上しました。ご無礼は承知の上ですが、この国を救うためです。たわけが、賊が偉そうに何を抜かすか、お前は下がっている、誰だこのおじさん見たことねえけどな、手を出すな、お前たち、あ、あ、ここ忍者いたのか、上様、
徳川開幕以来300年、将軍の首を狙う賊は何人もいた。だが今度の賊はこの俺に国を救う話を聞けという。徳川の世はそこまで衰えたか。俺に話を聞かせたいのなら聞く耳を持たせてみろ。安心してかかってくるがいい。あ、戦うの？一度命令を下した以上、この者たちはたとえ俺が死んでも手は出さ。それが将軍のやり方か。お望みになる。遠慮は無用だ。お前も国を救うというならそれに準ずる覚悟もあるのだろう。さあ行かせていただこう。まさか将軍から。俺も伊達に将軍を名乗る男じゃないんだ。おお、やっぱ実力あると。行くぞ。来い吉信。かっこいいな。15代将軍徳川吉信。いた。ちょ、いきなり。おら、そんなことはさせんぞ。挨拶代わりじゃ。なんか毒使ってくんのこの人。なんかずるくない？なんかね、買ったのナイフだよね。ナイフ投げてくる。え、ずるくずるくない？やるじゃん。はい、甘い。ガトツ。いった。いった。あー、これまた同じになっちゃった。はい。ずるいぞ、お前ずるいからな、さっきから。これ何なの。あ、これやばいな。勝っちゃうな、これ。はい、これでおしまいかな。よいしょ。ダン。オッケー。やっぱ上級でもやっぱ攻撃が強いのかな。すぐ倒れちゃうから難しいな、ちょっとやってて。貴様。貴様って。ああ、おい、殴った。あなたを切ったところで徳川は滅びない。頭をすげ替えて存続するだけだ。今それを倒すために勤王派が戦争の準備を始めている。薩長同盟のことを言っているのか。おお、それを仕掛けたのは私ですけどね。ご存知なんですね。当たり前だ。衰えたとはいえ徳川の密偵は至る所に潜り込んでいる。なるほど。今その薩長と英国のグラバーって武器商人とをつなぐある男がいます。偽龍馬だ。そいつは最新式の武器を船で運び薩長を倒幕に焚きつけている。おそらく薩長の開戦準備は上様が考えているよりも進んでいます。もういつ火の手が上がってもおかしくはない。バカな連中だ。バカな連中。日本人同士で争っている場合じゃない。ああ、それは分かってるのか。お前も薩長の一味なのか。俺は日本人同士の戦争を避ける案を申し上げに参っただけです。戦争を避ける策。名乗りもしないのか、新選組だって。これが上様。旗本。そんな族の言うことを聞く必要などありませんぞ。聞かなければこの男に切られるだけだ。もちろんお前もな。そんな。まあ見りゃわかるだろう。まあ忍者がいるから勝てそうだけどね。ああ、おう、くっつ
じゃあ済んだね、はじめちゃん。おきとちゃん、こっちももうすぐ済む。さあどうなる？大数奉還、この俺に徳川300年の幕を引けというのか？それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。いや、素直に返してくれるか？一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え感謝を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべき。これ1になったの？この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う？混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様、額があるな。上様、なりませんぞ、そんなことは。どうか冷静なご判断を。そうだ、こいつだ。こいつのような連中が。名を何と申す？土佐藩士坂本龍馬。沖田ちゃんも名乗っとき。沖田ちゃんも名乗っていいんだぞ。坂本龍馬。なあ、はじめちゃん、わしらもしかしてどえらいことやったんとちゃうか？いや、やりましたよ。さあ、ただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。その坂本が半平太なのか？やっぱり数日後、今日。まさか徳川が政権を返上するとはな。勝林太郎、こうなると桂と西郷も倒幕戦争を引き起こすだけの口実がない。少し面倒なことになったな。やっぱ半平太でしょう。大政奉還の裏にいたのは新選組と例の斎藤をはじめ、やはり坂本龍馬は二人もいらないな。もう大政奉還もしちゃったんだよな。そうは思わんか、坂本さん。いや、半平太だろお前。顔を見せろ。まあいい、薩長にはあんたが流してきたイギリスの武器で軍備を整えさせてきた。幕府にその気がなくても戦争の火種をつけてやることは簡単だ。やはり新選組を使う時が来たな。新選組を？いや、まだ見せないのか顔。はい。おお、もう大政奉還も済ましちゃったんだね。はい。というわけで、どうもありがとうございました。また次回第12章でお会いいたしましょう。それではまたね。